どうも、コマでーす。はい、今回もロックマンやっていきましょう。おそらく最終回はね。今回も雑談しながらやっていこうと思うんですけど、最近動画のコメントでね、小村くんのファッションについて雑談会でじっくり聞きたい。ファッションアカウントみたいにクローゼットの中の服をどこで買ったとか紹介してほしいコマってね、ありがたいコメントが来てあったんですよ。申し訳ないけどね、僕ファッションね、めちゃくちゃ疎いんですよね。ブランド一個も知らんぐらいやと思う。まずね、僕のクローゼットがないからね。小村さん服ね、タンスの中にしまってあるんですよ。で、大体5種類ぐらいあるんですけど、服は全部親が買ってくれたやつやね。僕自分で服買った記憶ないわ。服屋に行ったことないかもしれん。あれね、洋服の青山ぐらいやな。面接の時にスーツ買った時ぐらいやと思うわ。でね、タンスに基本服あるんですけど、まあ5種類ぐらいある中で使うのは2種類ぐらいなんですよね。なんでかっていうとね、タンス開いてね、一番上の段の服を僕着るからね。でもう T シャツ1着るじゃないですか。で1日2日経ったらね、 T シャツ2を着るじゃないですか。うわー、2段目の T シャツ2を着るじゃないですか。でね、 T シャツ2を着てる間に T シャツ1の洗濯が終わるんですよ。で、T シャツ1の服が、タンスの一番上に来るからね、それ着るんですよね、次。だから T シャツ1と T シャツ2のヘビーローテーションなんですよ。もうそれしか着いひんっていうね。僕、服2着でいいわっていう感じなんですけど。で、たまに違う種類 T シャツ3、4、5に行くときが、稀に親がタンスの中の服をシャッフルしてくるんですよね。その時だけ僕のローテーションが変わるね。だから基本的に T シャツの、だから基本的にタンスの上の服だけ着てますって感じやな。だからね、どこで買ったか紹介してほしい子も言われてもね、残念ながらね、できないね。マジで服屋とか勝手なイメージやけど、めっちゃ店員さんが喋ってくるイメージあるわ。これ弱点やん。なんかあんま聞いてへん気がするけど、タイミングわかんねえ。あれ、服選んでたらめっちゃ偏見やけど、服屋さん行ったらめっちゃ店員が話しかけてくるイメージ。なんか今月の一押しの服をね、買わされるイメージあるわ。お兄さん、今これが一押しっすよ、買っちゃいましょうよとか言われて無理やり買わされるイメージある。めっちゃ喋りかけてきて、一人で来てるのに一人でさしてくれへんイメージやわ。これ弱点じゃないか、もしかして。なんかこれやな。まずね、僕のファッションのね、なんか無理やなって思うところが、なんか服に詳しい人ってさ、ズボンのことパンツって言うやん。あれが僕もう無理なんですよね。ズボンはズボンやん、なんで あいつらパンツって言うの。じゃあパンツのことなんて言うねんって僕毎回思うねんな。パンツのこともパンツって言うの。じゃあなんかパンツ買うときは店員さんになんて言うの。普通におしゃれ意識高い人がなんていう、ズボンの方のパンツ欲しいって言ってさ、店員さんにパンツ欲しいんですけどって言ってさ、店員さんが下着持ってきたらさ、それセクハラになるやん。でもそういうなんか分かりにくいんだよな。あれ、なんかパンツは違い分かんの？なんか発音がちゃうんか？パンツ？分からへんわ。こういうところね、もうズボンだけでも何種類か名前があるところが僕ちょっと受け付けへんねんな。で、僕ね、ファッションのちょっと嫌いなところっていうかね、僕、テレビのそのファッション番組とか全然見たことないんですけど、唯一ファッション情報の入るときが、ニュース番組でファッションコーナーし始めたとき、そのとき、ね、まあ、ぼーっと見ているんですけど、例えば、今年の夏のトレンドはこれって紹介するじゃないですか。で、夏の服を、春ぐらいに紹介するやん。今のうちに買っといたら、トレンドに間に合いますよみたいな感じで。あれさ、僕めっちゃ違和感あるのが、トレンドってさ、まだ来てへんのにトレンド分かるわけないやんってこう思うんですよね。ちょっと危ねえ。トレンドってのはその流行った結果じゃないの？今年のトレンドはこれでしたねって感じやったら分かるけどさ、死んじゃったよ。で、僕のこれちょっとイメージやけど、おしゃれな人ってあれやん、めっちゃ雑誌とかで勉強するやん。今年はこれが流行ってるから、これ着てるやつがおしゃれやん、みたいな。
あれがね、ちょっと嫌なんですよね。結構僕調べるってことがあんま好きじゃないっていうのもあるんですけど、自分の好きな服じゃなくて、なのね、おしゃれと思われたい服を着ようみたいな感覚になるやん。やっぱおしゃれしようってなったら、ああ、そう。まあ、おしゃれしたいってことはね、周りからいい風に見られたいっていう感覚もあると思うからね。僕、その、僕がおしゃれしたいって思うんやったら、自分の着たい服着たいなって思うんですよね。例えば、もう、キングダムハウスの13期間の服とか着たいんですよね。全身黒コートみたいな。でも、あれやん。世間的に見たらそれおしゃれじゃないやん。僕の中ではおしゃれやけど。で、その一般的なおしゃれや、その一般的なおしゃれやを目指そうとしたら、調べて、その調べた中で、自分の合ってる服を探すわけじゃないですか。あれがね、どうも苦手なんですよね。結局それ僕の着たい服なんかっていう話になるじゃないですか。ファッションのそういうところは僕苦手なんですよね。お、これ弱点か。当てにく。結局ね、周りに合わせて、周りと似たようなことになるっていうのがね、あんま好きじゃないからね、ファッション苦手なんですよね。で、今日初めてファッションについて真面目に考えたね。普段そんなこと考えたことなかったよね。僕がファッションに興味ないのはそういうところなんやろうなっていう。周りと合わせるのが嫌みたいなね。そういうところあるよな。これね、陰キャはちょっとこういうところの反骨精神あるからね、陽キャと一緒になりたくないみたいな。絶対ブルースやん、これ。ブルースさん、ちょっとスカーフ枠はみ出てますよ。よし、じゃあ次からはコメント返しに行こうかな。よし、じゃあ行きましょう。ブルースってこの時って敵なんかな。戦ってるから敵なんやろうな。ワイリーの手下って感じではなさそうやけどね。ブルースさん、いつも動き一緒やな。コマラさんのイマジナリーフレンドはどんな人ですか？僕基本的に、その、前、僕基本的に仕事中とか寝る前とかよくイマジナリーフレンドが僕のところ寄ってくるんですけど、まあ、カービィじゃないな。ポケモンの幼少期みたいな感じ？もう一等身のね、丸っこい、ちょっとわたわたしたやつ。ふわふわしたやつですよ。かわいいよ。僕はちょっとわたぼうって名前つけたけどね、この前。せっかくやから名前つけとこうかと思って。これね、飯食ってる時とかね、寝る前とかよく来るんですよ。あ、初めてじゃん？ロックマンシリーズでこんな会話出んの。大変じゃん！ロックから最後のエネルギーを受けるぞ。ああ、はいはいはい。ワイリーのやつがガンマを奪って。完結。ね、二言しか喋らへんたやん。なんか奪われた。僕最初の聞き逃してしまったんやけど。ライト博士。さあ、眉毛を小刻みに動かすワイリー。普段こういうムービーなかったから、ムービー挟まれるとちょっと嬉しくなるよね。これラスボス戦？あ、まだあるんか、結構。まあ、やっていきましょう。もう寝る前とか飯食うときとかよくワタボウ君来るよ。仕事してるときとかね。車運転してるときとかもよく来るな。そのときはよくね、昨日見たドラマの話とかアニメの話とかしてるんやけどね。まあ、ワタボウ君は基本的にうなずいてくれるだけやねんけど。まあまあ仲良くやってますよ。基本放任主義やからね。僕がゲームしてるときとかね、結構退屈そうにどっか行っちゃうんですけど。どこ行ってるか知らんけどね。あっぶね。そういうところはあるね。やっぱイマジナリーフレンドって、人間パターンで結構少ないと思うな。イマジナリーフレンドいる人って結構そういうマスコット系が多いんちゃう？これマリオ見なきゃ入れへんの？って感じやな。小村さん、動くカホちゃんいました？カホちゃんは僕の脳内でいつも動いてるよ。やべえね。言ったそばから僕、人型のイマジナリーフレンド作ってたわ。カホちゃんと喋れることも多々あるわ。アイテムとか無視していいよな。あれ？これって新作のアイドルマスターのゲームのことかな？一応、スチームで PV 見たけど、なんか、あれやな。ちょっと、あんまりね、シャニマスのああいうがっつりした据え置きゲームやったことないんでね。またどんな感じなんかようわからへんからね。結構買うかどうかもちょっと迷ってるところはある。はい。面白いんかな、あれ。僕、シャキマスだけで満足しちゃってるところあるからね。って感じやなぁ。カオちゃんがいるから買っちゃうんやろうけどな。
ポクピーがたまに田舎を満喫する動画を出してますが、出演を頼まれたらコマさんは出ますか？出るよ。もう出演、基本的に出演とかコラボとかお願いされたら基本的に出ますよ。仕事じゃない限りな。もう全然顔出しでも僕出るしな。あんまりそういうところ意識せえへんから。ケイ。まあでも、ポコピーの二人が僕を出そうと思うことはなかなかないんちゃう？わからへんけど。まあ言われたら出るよって感じですね。はい。あれ？あれ？小村さんの修学旅行の思い出を聞いてみたいです。次の雑談会、それにしようか？次の雑談、修学旅行にするわ。頑張って。頑張ってネタ探すわ。僕の記憶を探ってるわ。なるほど、ボス。あー、これ、え？ちゃんか。分かって、雑魚を処理するだけでええんかな？意外と簡単かもしれんな。うさらびさんに合コンに行こうぜって言われたらどうしますか？行きますか？絶対行かへんな。合コンってあれやろ？結婚を目的にするわけやろ？僕、結婚願望ないからね。うさらびさん結婚願望あるんかな？どうなの？合コンって、ねえ、あれこそほんま陽キャのたしなみやね。陰キャとか絶対行きたくないやん。今日もってか昨日か、昨日も僕飲み会誘われたけど断ったからね、仕事の人と。ちょうどなんかね、退職する人がいて、僕の隣で仕事する人がちょいちょい喋ってる人だったんですよね。だからね、まあ職場内の中では仲いい方だったんですけど、小村くん最後に飲み会来てくれよって言われたんですけどね、僕は断ったね。嫌ですって言った。すいません、予定あるんでって思いっきり嘘ついたな。うわ、取れへんた。飲み会がほんま嫌い。てか今のご時世完全にアウトやしな。滋賀県もね、感染者数が100人超えたからね、ついに。ついに3桁いっちゃったよね。しねえと思うよね、ほんま。今まで頑張ってきたもんがね、こういう飲み会やるようキャどもがね、無に帰してるんですよね。ほんま。陽キャって足引っ張れよな。あー、やべ、苦しんじゃう。小村さん、サラビさんと生配信を始めて、ファンとの交流が深まったように感じましたが、あと生配信を始めて、小村さんの中で変わったこととかありますか？まあ、特に深まったとかはね、まあ、あんま思ってへんな。あんま今までと変わってへんと思う。まあでもコメントをその場で返事できるのはいいなって思った。僕は思ってんけど、皆さんは深まったと思うんちゃうっていうね。僕はいつでも皆さんに寄り添ってたけどね。皆さんはそう思っていた人多かったと思う。どうせ小村さん動画勢やからな、みたいな。皆さんの意識が変わったかもしれんなとは思ったね。で、僕の中で何か変わったことってね、時間がなくなったね。長いね、うさらびさんとの配信。長時間配信してるからね。ただ、そんな、なんやろね。何も決めずに始めて、終わる時間とかも決めてへんから、長いねんな、うさらびさんとの配信。あれね、もうちょっとメリハリつけた方がいいのかもしれんな。めっちゃダラダラやっちゃってるよな、あれ。よくあるゲームをダラダラやっちゃってる配信者になってる気がしてね、ちょっと良くないかもしれんな、って思ってるところはある。小村さんのバイオ実況が好きなのです。これ、イエローなんじゃないやん。最強と歌われた。また覚え芸が始まるんか。あ、ジャンプしちゃった。覚えるとしんどいね、こいつ。初見でこれスタンスは難しいよね。でも、ワンの時ほど脅威を感じひんな、なんとなく。まあ僕は日々成長してるからかもしれんけどな、こっからかい。小村さんのバイオ実況が好きなのですが、新作のバイオハザードを実況される予定はありますか？やってもいいけど、みんな見る？バイオハザード8。8ってあれやね。7とだいぶ話つながってるから、やるとしたら7からやらなあかんと思うけど、みんな見る？もうなんかみんなやり尽くしてるやん。他の実況者とか VTuber。なんかね、まあ多少長くなるしね、そんなに
みんな知ってる内容やったら別にええかなって思ってるけど、なんならセブンに関してはちょっと僕やっちゃってるっていうかね、会社の同僚とね一回やったんですよね。で序盤の方は知ってるんですけど、途中で僕寝ちゃって、おお、下攻撃来た、下攻撃来た。会社の同僚とバイオセブンやったことあるんですよね。一応クリアまで行ったんですけど、僕途中で寝ちゃったから全然記憶いないんですよね。だからセブンやっても全然やりいいというか、やりたいんやけど、まあ実況でやるんかな、どうやろう、やってほしい、別にやってもええよって感じ。序盤おじいさんと戦うところとね、ラスボス戦は知ってるんですよね。ラスボス戦のやつと戦い始める瞬間だけ記憶に残ってる。他はもう寝ぼけてて全然覚えてないんだけどな。あ、やるならあれやな、せっかくから VR でやってもいいなって思ってるな。これ完全に避けなあかんのが同じとこで死んどるやんけ。ファンアートタグ作るとしたらコモラートかな、生配信したらコモライブ、それでお願いします。これ決めといた方がいいよな、今まで決めてなかったけど、まあ、コモラって文字入ってるから英語指しやすいし、それでいいと思いますよ。それでお願いします。これから絵描く人コモラートな、あんまいいひんけど、はい。こうちょっとね受けんのきついからちょっとコメント見ましたよ。近々一人暮らしを始めますが、気をつけることやおすすめなことはありますか。まあ、ぐらいだ。あんまり一人暮らしおすすめね、あんまおすすめアイテムとかそういうのはないんですけど、もう住む場所決めてんの君、決まっていいんだったらね、そのよく行く場所の近くがいいと思う。スーパーとかコンビニとかね、近いとめっちゃ楽やから。僕大学時代に一人暮らししてたんですけど、大学のすぐ隣のところ住んでたんですよね。めっちゃ楽やった。研究室だとめっちゃ僕の家来ようとしててうざかったけどね。近いんやったら一緒になんか酒でも飲もうぜとか言ってね、めっちゃ陽気を丸出したやつがよく来ようとしてたけどね、あれはうざかったけど、あれはね、よく行く場所の近場がいいと思います。他にはね、よく知り合いが言ってたんやけどね、僕はねそうでもなかったんやけど、寝る前に怖い話とか絶対見んなって言ってた。僕うまく言っててめっちゃテンション上げたけどね。そう、なんかマジで寝れんくなるらしいよ、一人暮らしで。怖いの苦手な人はマジで寝れんくなるらしい、大人になっても。いや、結構その感覚味わってみたいな。怖すぎて寝れんくなるってどんな状態なんやろうな。おお、よ、来た。まあまあでかい。今は子供部屋ってか、子供部屋おじさんの僕にこの質問投げかけるのはどうかと思うけどね。最近小村さんとピーナッツくんが2人ともクワイエットプレイスのこと話したいけど、これはニュアンスですか。クワイエットプレイスって映画やけど、滋賀県田舎やからね、大体やってる映画の種類が少ないんですよね。で、滋賀県で放映される名作、面白い映画とか大体かぶっちゃうんで、匂わせとかじゃなくてね、これはね、そういうもんす。うわ、あと一撃、あと一撃。これな、僕らスターはね、すぐ疑惑ネタに持っていかれるんですよね。ちょっと映画見ただけやのに困ったもんすよ、ほんま。君たち一般人の悪いところやで、何でもかんでもね、そんな匂わすとかね、もう呼吸するだけでも匂わせとか持ってるやろ。小村さんと橋本環奈が呼吸してる、これは匂わせやとか言ってくれよ、最終的には。困ったもんすよね、ほんま。はい、小村さんにも突然双子の兄が出てきたらどうしますか。無視するな、多分。兄っていらんわ、絶対めんどくさいやん。弟でもめんどくさいと思うけどな。妹か姉やったらちょっとテンション上がると思うけどね。めっちゃ可愛がると思う。うまい。いいよ。小村さん、実は親戚の子とめっちゃ仲いいっすよね。あれね、この前神社で お寺で大暴れしたちゃんちょくんね。いや、マジでね、仲悪いというか、喋らへんからね、僕が。もうちゃんちょくんが喋りかけてきても僕ね、マジで無視するから、何も喋らへんねん。だからね、多分仲いいとか悪いとかそんなレベルじゃないと思う。僕は子供喋ってきてもね、その子供に何かあったら責任取れへんから絶対無視するからね。ね、みんなが思ってるほど仲良くはないよ。今日もね、なんか、
僕は仕事から帰ってきたらね、その飯食うところのね、ちょっと広い空間でなんか段ボールで家作ってたんですよね、そのちゃん自分が。で、小村はこれ一緒に入ろうとか言ってくるんですよね。で、お母さんとお父さんが、なんか入ったり入ったりって言うんやけど、僕は全部無視したから。もう喋ってくんな、オーラ満開で飯食ってたから、なんか仕事で疲れとんねんって思いながらね。もう目を合わせることすらしいひんから。それぐらいの仲の良さですよ、僕たち。ちゃんちょくんと、親戚のちゃんちょと僕はね。ゲイ。まあ、親戚の子供ってめっちゃ接し方わからへんよな。まあ、親戚じゃなくてお子供はわからへんわ。って感じやね。じゃあ今回はどうにしようか。最後にセーブして、最後に一つだけなんか答えとく。小村さんはもし娘ができたら名前は何にしますか、ポンポコ。何にしよう、今パッと思い浮かべるの。マナちゃんでお願いします。パッて僕の頭の中で出てきた好きなアニメキャラクターがマナちゃんだったんで、何のキャラかは言わんけど。いや、意外とワイリーステージボリュームありますね。ええやん。というわけで、次回こそ多分最終回やね。という感じで、はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。